今日は自作の延長ケーブルの作り方です。市販の延長ケーブルって意外に頭がもうちょっとまっすぐの方がいいなとか曲がってるのがいいなとか色が気に入らない、長さが長すぎるとか自分好みじゃないことが結構あります。我が家のリビングのオーディオ脇のコンセントが Apple 製品の充電器だったりとか Bluetooth オーディオのアダプターが増えてしまったのでかなりタコ足配線になってしまったのでちょっと一工夫してみたいと思います。必要なものはコンセントが刺される側ですね。コネクターっていうやつで、こっちがケーブルが出るようになってるやつで、こっちが刺す側。パナソニックだとスナップキャップとかって書いてあります。でケーブル全てホームセンターで普通に揃います。まずこれの頭を開きます。パナソニックのはビスが表に出ていて、他のメーカーはビスが裏とかの場合もありますけど、大体どっかにあります。パカッと開けます。で2箇所ビスがあって、ここに差し込むという形になってます。これもビスを緩めてここに挟み込むだけです。でケーブルの方なんですけど、こういう二股に分かれるやつだとちょっと切れ目入れて引っ張ってやれば剥がれます。ニッパーで剥いちゃってもいいんですけど、これ私は今回柔らかいケーブルを作りたかったんで、これ中がより線というものになってます。一般的なこういった F ケーブルの中に入ってるこういうものは中が芯になっていて1本なんですけど、ちょっと柔らかいこういうケーブルは中がより線、ぐるぐると細いケーブルがいっぱいまとまってるものになってます。でより線だと、ニッパーで取れなくはないんですけど取りにくいので、こういったゲージのついたストリッパーで剥いていきます。今回のケーブルは 2mm なので 2mm のところ、でこれがより線です。同じ長さでもう1個剥きます。でそのままここにより線でも一応締めることできなくはないです。でそのままやる場合はちょっと長めにするとやりやすいです。長めにして必ず左から右に時計回りに巻くことです。なんでかっていうと、ドライバーで締め込んでいった時に逆回りにすると外れる方向に力がかかってしまうので、締め込めば締め込むほどケーブルが外れやすくなります。時計回りにしておくと締め込むとどんどんケーブルが中に引っ張られるような形でしっかりとはまります。今回は念のため Y 端子、こういったものをケーブルの先につけてバッチリ留め付けようと思います。 Y 端子、今回これ 2mm なので、こういった専用の電気用のものもありますし、こういった結構プロが使うがっちり留め付けるものもあります。こういったものがない場合は電光ペンチとかについてるリングスリーブの潰しのところでも代用はできます。 Y 端子のリングの部分の長さに合わせてリングからちょっとはみ出るくらいのところで切断します。で Y 端子を入れて、今回 2mm なんで 2mm のところ、これでぐっと圧着して完成です。反対側も圧着したらコンセントのところにグッと差し込んで、ただより線で止めるよりこっちの方が頑丈に止まります。外したのと同じ手順で蓋を閉めれば片側が完成です。これと同じ形で反対側も作ります。こんな感じで自分の理想の長さの延長ケーブルが完成しました。